プロヴァンス風クグロフを一緒に作ってみましょう。で、クグロフについての歴史みたいな簡単なトリビアみたいなものは2枚でレジュメの方でお付けしていますので、お時間のある時にお読みください。ではクグロフについて配合の方の説明の方をしていきたいと思います。まず自分の中でクグロフといってもたくさんの種類のレシピを持っています。でクグロフの元になっている生地は何ですかと言われるとブリオッシュ生地になります。なのでブリオッシュも配合的にどういうのをブリオッシュって言ってっていうところをちょっと説明するとすごく長くなってしまうので、ブリオッシュって言ってもいろんな種類があるよ。大型に焼くブリオッシュの生地の配合と小型にして焼く生地の配合、そしてブリオッシュって言ってもどっしりしたブリオッシュとふわふわって軽いブリオッシュで、噛みしめるようなのが好きなのか、それともこう避けて口どけがいいのが好きなのか、それともナンテールみたいにうわって伸びるのが好きなのかっていうところで、いろいろな食感を求めてどういう配合にしてどういう作り方をしたいのかっていうところで、いろいろ同じような材料を使っていても変わってきます。で同じクグロフのレシピでも粉を変えただけで相当違います。以前に動画の方をクグロフっていうのでほとんどオレンジピールを入れたのを作っているんですが、そちらを見ると外箔の方を使っていたりしています。そうするともっとこね方とかが変わってきたり、ふわふわになるように薄く膜が伸びるまでしっかりとこねていったりしています。また季節によってもどうしても家庭の場合は夏場はあったかくなってしまうので、冬のようにその薄膜ができるまでこねてこねてこねていっている間に生地がセパレート分離してきてしまいますので、そういうことを起きないように少し早めでその分パンチをするっていう製法の方を取っていっています。なので微妙に季節によっても作り方とかが違かったりするんですが、そんなことも踏まえながらいろいろな種類があっていろんな作り方があるんだな、それで自分がどんなクグロフを作りたいのかっていうところが分かって、そのクグロフを作るためにどういう工程を組んでどういう材料にしていったらいいのかっていうところが分かるようになってくると、パン作りって本当に楽しくなってきます。その基礎として今日のブリオッシュ、そのクグロフのブリオッシュはすごくしっかりとした生地で、ふわふわしすぎないけどしっとりが長続きするっていう配合、それで比較的初心者の方でも作りやすい配合になっています。もっとドロドロした生地だったり作りにくい生地っていうのがたくさんあるんですが、これもはっきり言って作りやすくはないです。バターが 50% とか入るということは難しいです。なんですがちょっとこうぐちゃぐちゃってなんかうまく手にベタベタついて綺麗に画像みたいに丸ってならないって言っても、いじってるだけでだいぶ作れるようにはなっている配合になってます。で型の中に入れて焼いてしまうので少し食感が硬くなってしまうかもしれないんですが、その分初心者の方のレシピはそれでも膨らむような配合になっていますので、いろいろそういうところをこれからちょっとさらっと説明していきたいと思います。長くなるとね皆さんちょっと嫌になってしまうので。でプロヴァンス風って何ですかって言われて、本当はレモンのゼストとか入れて香りをつけようかなということも考えたんですが、レモンピールを使っても構いません。何がプロヴァンス風かっていうと、オレンジフラワーウォーターを使っていることが特徴の一つになっています。オレンジフラワーウォーターっていうのをこうフランスのブリオッシュ結構入ることが多いです。独特の香りなので嫌いな方もいらっしゃいます。ネロリウォーターって言って売っているものが結構あります。でナチュラルストアとかその化粧品とかでもいろいろあって、その食用と食用じゃないものというのがあるんですが、昔は製菓材料店にオレンジフラワーウォーターが富澤さんとかでも置いてあったんですが、最近はちょっとオレンジオイルっていうのを見るのかもしれないんですが、オレンジの花の水っていうのはまたこう花を蒸留して作ったものなので違うものになってくるんですが、そのオレンジフラワーウォーターっていうのがもしもあったりとかこうフランスの方で見つけたりしたら、こう水もんで持って帰ってくるのが大変なんですが、ぜひ買って持って帰ってきてその香りっていうのを楽しんでみてください。なので今回はそれを使っているということでプロヴァンス風というふうに呼んでいます。で手に入りにくいっていうのも知っているので、それをなかったらっていうところで材料の方を組んでいっています。で皆さんにお届けしたのはどうしても翌日以降食べていただくことになるので、あまりこうふわふわってしてしまうと翌日皆さんのお手元について冷凍庫から解凍して召し上がるときになんかちょっとパサッとするっていう食感はちょっと避けたいので、水の方が多めに入っていてイースト数も少なめにしています。
イースト数が少なくて水が多めっていうことは発酵時間に時間がかかるので初級のレシピの方がうまくいったらふわふわに出来上がります。それよりも少しどっしりとした重たい感じになります。でも時間が経っても少ししっとり感は長続きするっていうところで国産の小麦を使ってちょっともっちり感を出しながらしっとりとお召し上がりいただけるような配合にしています。まあ、でもその乾杯とかと比べて劣化は早いのでできるだけ解凍したらお早めにお召し上がりください。じゃあ初級のレシピの方を説明していきます。じゃあ上から読んでいきます。この100% って書いてあるのはベーカーズパーセントのことを言っています。それで私の使うこれはこうアルザスのクグロフの型なんですが、ちょうどこのパーセントかける 1.1 でやるとちょうどいいくらいの材料比率になりますので、それが例えば型がこういう型とこういう型だと内容入る量の型が違ってきてしまうので、そこら辺のことは気をつけていかないといけないんですが、だいたいこれがこうだいたい市販の15センチのクグロフの型っていうところで買うとモリモリとはならないけど、まあ、ある程度の大きさでできるので径の15センチっていうものを使っていただけるといいのかなと思います。それでこうなんかこうすごいリング状のちっちゃいのになってしまったって、その自分が作ったグラムで作ったら、じゃあ次回は何倍にしようっていうので決めていってください。だいたい型の入る溶石率っていうのだけはブログの方にレジュメの方に書いておきますので、自分の持ち手の陶器ですね、陶器でも何でもいいです、型にビニールをかぶせていただいてそこにジャーッと水をやるとその CC が出てくるので、それが自分のは何倍なのかなっていうところでレシピを何倍っていうふうにして作ってみてください。なのでこうあるクグロフっていうとこう上がこうでボコンとお尻の大きいものからちっちゃいものまでいろいろあるんですが、同じ型でもこれは結構ひらっと中にここまでの量が多いんです。だけどこれはここの同じこう径でも中がちっちゃかったり、そういう一つ一つオーダーメイドっていうかこう手作りなので中の形が違ってくるので、その入る量っていうのも違ってくるので、いろいろそこら辺は厳密じゃなくてもいいんですが、まあ、あまりにも多すぎちゃうとか言うといけないので、そこら辺の型ですね、型の3分の1ぐらい入っていればいいかなっていうふうに思ってみてください、ね、で上級とかの人はきっちり型の非溶石っていうか合わせていってくださいね。じゃあ行きましょう。で春よ来いっていうのは粉ですね、粉なんです。あ、ベーカーズパーセント、そのベーカーズパーセントってその横にパーセントが書いてあるんですが、これは粉に対する全部の材料比率になってきます。だから合計が100の中の何々じゃなくて、粉が100だったら何々がどれくらいっていう風な書き方をパンっていうのはします。それでその中でバターが 40%、 初級の場合は 40% で 50% 以上だいたい入るのが 40% から60% ぐらいの間でしょうかね。そこら辺に入ってくるのがブリオッシュって言われてます。まあ、50% 以上入らないとブリオッシュって呼んじゃダメだよっていう人もいたりするんですが、初級の場合は生地に練り込むのを 10%、 焼き上がってから 10% 分は外に塗ってあげましょうということでしましょう。で春を越えての北海道産の強力粉です。なのでカメリアとかスーパーで市販している強力粉で代用していただいて構いません。まあ、構いませんって本来は材料っていうのは何か変えたら全部変わってくるっていうのが本来なんですが、それを言っていたら家庭製パン成り立たないので、本当は変えたら全部が変わるんだなと思って自分の中で変えるというふうにしてみてください。なので春よ来いが 100% で卵が 30% で水が 牛乳が 25%、 25g ですね。だから2個分作る卵1個でちょうどかな。で卵が例えば55しかなかったですって言ったら、もう1個割るんですか、いや割らなくていいです。卵白などほとんど水分なので、そこら辺の 5% ぐらいだったら牛乳とか水分値で代用してください。で赤サフっていうの何なのって言うと、ルサフル社のインスタントドライイーストなので、市販のそこのコーナーの横に売っているカメリアだったりするインスタントドライイーストっていう種類でやってください。で私はこう生イーストを使ってますっていう方は、生イーストとインスタントドライイーストの換算値ってこう
アルーチで検索すると出てくるので、それでちょっと見てみてください。なので赤サフが 1.5% きっちり入れてきます。 2% までを上限に入れていってもいいんですが、 2% だと今度は多分こねている間に膨らんできてしまうので 1.5%、まあ、冬場は 2% 入れてもいいです。でよくイーストいっぱい入れるとイーストの匂いがすごいするんじゃないんですかっていうので、まあ、確かに 2% 入れるとちょっとしてくる可能性はあるんですけれど、まあ、バターとかがいろいろ入りますので、それより卵臭いとかいう方が気になり出すと思いますので、まあ、1.5 から2を目安に入れてみてください。で塩が 2%、 これはブリオッシュの特徴としてはすごく見る人が見ると多いですねって言われる、気づくんですけど、しっかりとしたグルテンでしっかりと膨らます、ちょっと甘じょっぱいっていうところを意識して 2% 入れてきます。普通はお砂糖が 20% 入ってくる配合なので、塩の方は相対的に減らすのがセオリーです、ね、でバターが通常 50% っていうのは 40% っていうのは、まあ、こねれば分かるんですけれど、 50% 入れるのはすごく難しいです。なのでまず最初は 40%、まあ、40% も入りませんって言って 30% にしてもいいです。だいたいバターロールが20から25の間で入ってくる配合になります。でオレンジの皮、まあ、皮ですね、2分の1個分半分入れてください。でオレンジの皮よりも香りをパッて出したい場合はレモンの皮を入れてもいいです。でオレンジピールを 35%、これ 35% ぐらい入れるとちょっとしっとり感してきます。 40% 以上になると今度は必ず外に出てきてしまうので型にくっつきやすくなるので、最初は 35% でいいです。で型、焼き上がりに塗るバターが 10% 入ってきます。あ、でお砂糖言い忘れました。でお砂糖なんですが 20% 入ってきます。で 20% 最初にえーって入れてしまうと非常につながりが悪くなってきます。パンを作るときはだいたい 20% 以上のお砂糖になると2回分けっていうところで入れていきます。最初にちょっと少量入れて、で後にグルテンがある程度つながってきて、つながったら砂糖を入れて、それが馴染んでまたグルテンがちゃんとしてきてからバター入れっていうのがセオリーになるんですが、2回に分けて入れると手ごねの場合はすごく大変ですし、何しろもう生地の温度が上がりすぎてしまいます。なので今回どうするかっていうと、生地は水が多いです。でバターは油です。それをなじましてこうとるとこう喧嘩してしまうので、そこの仲介役にお砂糖を使います。なのでお砂糖とバターをバーッとポマード状にしたのを練り込むっていう形をとっていきたいと思います。なのでお砂糖の場合は20で測っていいので、半分先入れで、あとにバターと一緒の時に、半分までいかないか、もうちょい最初に入れて3分の2ぐらい最初に入れて、であともう少し残りはバターと一緒に入れるようにしてみてください。中級のレシピもうここで一気に説明していきます。違うのは何かというと、ちょっとオレンジジュースで、あ、違います。違いは何かというと、ちょっと酸を出したいのでヨーグルトを入れてきます。やっぱり甘いものってちょっと酸と一緒にすると美味しかったりで、少し発酵を促進させるとかいろいろなことあって 20% 入れてきます。20% 以下だと物性も変わらないし味もあんまり変わってきません。ほとんどがやっぱり水分ですので、なのでヨーグルトを使う場合は大体 20% を目安に入れていくんですが、 20% 以上入れると今度はこねるのが非常に大変になってきます。なので 20% を上限にきっちり入れていきます。そうするとヨーグルトによってもその加水っていうのがブレてきてしまうので、すごく作りにくい。なんか牛乳の方が安定はします。で 20% 入れて、なのでオレンジジュースで少し、だいたい 10%、 それは別に取っておいて様子を見ながら入れる水と思ってください。水分と思ってください。で赤サフが 0.8%、 これ菌の方がいいんですかって言われると菌の方がふわふわします。なのでそこまでふわふわしたくないって思いなので赤サフを使うんですが、まあ、ふわふわさせたいですよっていった場合は菌サフを使ってください。その方がこうふっくら仕上がります。で塩が 2%、 そこはあとは一緒です。でバターの配合量 50% 入れてきます。その代わり後で焼き上がってから上に塗るっていうことはシロップだけにします。でオレンジピールも 35% で一緒です。でやっぱりオレンジフラワーウォーターがない分ちょっと香りが欲しいなと思った場合はオレンジの皮の皮をこうゼストを入れてみてくださいですね。で上級レシピの方は読み込める方が読み込んで作ってみてください。私はこれで作っていきます。ルマンリキッドが入ってきたり少し難しくなってくるので、まあ、こういうレシピで販売の時は売ってますっていうことです。
ですが、これからあの動画を見ながらだいたい分かっていただければと思うんです。気をつけなきゃならないのはこね上げ温度ですね。どうしても上がりがちです。でこの動画も撮っている時すごい暑い日で風が強かったので窓を閉め切りながら少しクーラーを入れたんですが、どうしても生地温の方が28度とかまでこね上がりで上がってきてしまいました。そうすると28度だとどうしても手に触れている部分ももちろんありますし、バターがちょっと浮き気味になってきているので少しこうこの見るところが予想以上に薄くはならなかったなっていうのがあったんですが、それでも薄くはなっています。それを補うようにこう途中でこう広げてオレンジピールを巻き込むっていうものをしているんですが、ああやって発酵が少し進んでグルテンがつながって始めた時にぐわって薄く伸ばしてあげるということはすごく重要になってきます。なのでちょっとそこら辺のことで26度以下、25度ですか4度ですか、その 1,2 度は家庭製パンそんなに気にしなくていいです。そもそもがそんなにきっちり温度のっていうことが出せないと思いますので、大体何を言いたいのかというと揚げすぎないということです。インスタントイーストを使っている場合は低めの温度で長めに持ってってあげた方が美味しいものができると思います。なので本来であればこのフロアの時間も低めの温度帯で長く持ってってあげた方が美味しいものが私はできると思ってます。イーストのファって匂いももちろん軽減されます。イーストの匂いっていうのはイーストが出すアルコール臭で、それ温度によってすごく変わってくるので低い温度で長い方がいいんですが、そうすると何分っていう指標がまるっきり出せなくなります。で、だいたい 1.5 倍か 1.6 倍くらい膨らんだらこうガス抜きをして畳んで冷蔵庫に入れてあげてください。そのガス抜きが甘すぎると今度は冷蔵庫の中でブクブクって膨らんでしまったりいろんなことが起きるんですが、まあそれは動画と見ながら、あれ私のは膨らみすぎちゃったなと言ったらイーストが元気に働いてくれたんだなと思って次の工程に進んでも、この配合であればきちんと型に入れて型で膨らんでくるのを待ってからオーブンに入れていただければそんなに失敗はないと思います。そうですね、あとそこの温度帯ですね、だからその発酵する温度がバターを使っているので高くなりすぎないっていうことだけを気をつけてみてください。あとはできるだけ動画の中で注意点というのを説明していきたいと思っていますので、それを見ながら一旦停止をしながらやってもいいですし、その説明の欄にタイムスタンプってこう何分何分何分っていうところをクリックしていただけるとそこまで飛べるようにしておきますので、それを活用しながら作ってみてください。はい、では配合ですね、レシピの通りです。でバターの方はまだ冷蔵庫の中に入れておくようにしてください。でルヴァンリキッドがなかったらレシピ通りのものを用意してみてください。で水分なんですが全部一気に入れすぎないように気をつけるようにしましょう。なのでジュースだったりするものを別途に置いておくようにしてくださいですね。水分と塩と砂糖と。じゃあでカードの方は2つ用意しておくことにしてください。その方がやりやすいです。でボウルの中でやってもいいんですが、ちょっと動画で分かりやすくするために最初に私はこのように出してしまいます、ね、で真ん中に渦で開けます。もちろんボウルの中でやってって構いません。そして最初お砂糖は全部入れ切らないようにしていきましょう。つながりが悪くなってしまうので 20% だったらギリギリ全部一気に入れてもいいんですが、半分残した方が手ごねの方はこねやすいと思います。で塩と砂糖とで少しだけ水分値は別に取っておいたものですね、それを入れていきます。で分かりますか、これほら水と違って全然粉と水が吸ってきません。っていうことはこねていってもなかなか吸いはしない、いわゆるこうなかなかグルテンもできてこない、こねにくいっていう配合になってきます。なので最初は少し固めです。で材料の方の説明のとこでも話したかと思うんですが、卵は多少配合っていうかね足りない場合は水分入れちゃっていいですよ。でブリオッシュで気をつけなきゃならないことはバターが最後にたくさん入ってきます。なので最初作るときはここでの生地が柔らかいと全部入りません。で今日の場合はオレンジピールが入ってきます。
オレンジピールが入る場合はオレンジピールの砂糖がすごくしっとりするものをプラスにしてくれます。なので加水は少し少なめでも美味しく仕上がることができます。なのでこのクグロフ、この配合、ブリオッシュの配合なんですが、少し高さのある生地ですね、食パン型でブリオッシュを焼きたいとか、ムスリーヌみたいに上に膨らましたい、そういう時にすごく使いやすい配合になっています。ブリオッシュって言ってもすごくたくさん配合があって、初心者の方がやりやすい配合からすごく作りにくい配合まであります。これは初心者の方でも比較的こねやすいし作りやすいし、でそれでも意外に美味しいっていう、ちょっと私の中では好きな配合になってきます。でここを固くする代わりにきっちりとバターを 50% 入れてってあげたいと思います。なのでその時にもこね方にコツがあります。こんな感じです。だから意外に硬いです。今日春よこいっていう国産の強力粉の方を使いました。春よこい最近あんまり水が入らないので少し加水値を低くしているので、例えば市販のヨットだったりカメリアを使った場合、それが分かんなかったらスーパーで売っているパン用粉っていうものですね、それを買った場合はこれよりも、これ全部混ぜ切った段階でこんな感じです。もうこれ動画で見せるしかないので、こういうなんか基準があればいいのにね、毎回思うんですが、まあ、こんな感じです。こんな感じで白いのが見えるけど、私が別に怪力なわけではなくこんな感じですね。どうやればわかるか、こんな感じですね。こういう感じ、叩くとこんな感じ、こういうカメラが揺れちゃいますね。なのでここでこねていきます。もちろんニーダーとかを使う方は使ってもいいです。なんですがニーダーを使う方の注意点、ニーダーの場合は生地温度がすごく上がりやすくなります。で今度キッチンエイドを使う人、これここが硬いんですね。なのでなかなかいっぱい 500g まで生地量こねれますよって言った場合、500入れちゃうと回ってかなくなります。途中でバター入れた瞬間にウィーンウィーンって止まるパターンになってしまうので、もしもこんな500でこねれますよって言ってる場合、こういうパンっていうのは材料がすごく多いってことは、ボウルの中に入る材料も多くなるってことなので、例えばシンプルなパンだったら全部で足して 100g の水に70の水加水が入って、バケットとかだとそれで 170g ぐらいで済むわけじゃないですか。だけどブリオッシュって言うと100の粉に対して、まあ、水みたいなものがだいたい60ぐらい入りますよね。でバターが50入って砂糖がいくつ入ってて、合計のグラムがすごく多くなります。だから500までこねれますよって言っても500入れたらダメなので、半分ぐらいとか考えなきゃダメです。でさらに最初がこう硬いとフックがつまずいて動かなくなってしまいます。で最初ここのこの生地をすごく硬く柔らかくしてしまうと、バターっていうのは 5g 入れるとだいたい 1% の水が入ってくるのと同じになっちゃうので、非常にやりにくくなります。緩くなりすぎちゃいます。だから今加水がどれくらい入ってるのかちょっと計算してないんですけれど、これくらいの硬さからまだまだ全然緩んでくるってことです。で今日の場合まだお砂糖を入れてないです。でここでイーストまだ入っていないので、ここの段階でボウルをかぶせて30分待ってあげたいと思います。これすごく重要です。今グルテンこんな感じでブチブチ切れて、もうこれを薄膜するまでこねろって言われたらすごい嫌なので、ここでオートリズを取っていきます。で夏場の場合、これからニーダーとかでこねるよっていう場合は、これをこのままビニールに入れて冷蔵庫で冷やしてあげてもいいです。なのでこういうオートリズっていう製法を使っていきます。はい、ここで基礎クラスの場合は基礎コースの動画の方ではここにイーストを入れてしまうっていうことが書いてあったんですが、今回はとりあえずイーストは忘れないようにすれば振りかけなくていいです。ということで時間の方を置いていきたいと思います。はい、30分経ちました。
30分経つとさっきカチカチだったのがこんなに柔らかくなって、もうこれ何回も見たっていう人は見たんだろうけど、ほらこうやって薄くなっていきます。で、気をつけなきゃならないのはこの生地なんですが、水分がすごい少ないんです。なので乾燥しやすいです。なのでこねてる時に乾燥気をつけてください。で、こんな感じにまだ膜厚で切れていく状態になります。で、手ごねの場合はそんなに薄くシャーってしないですし、これちょっと冷蔵庫の中で時間をかけて発酵させていくというか、まあ、止めるというか時間を置くというかの製法をするので、とりあえずこねていきます。で、イーストなんですが、これ初級の人はすごく量が多いです。そうするとちょっと溶けきれませんっていう方がいると思うんで、そうするとどうするかといって、こうやってから霧吹きで、あ、もう霧吹きの下がなくなったの、これシャッ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 と3か4プッシュぐらいします。そしてこうやってね、ぐるぐるぐるっとして、で、周りにもちょっとついちゃった水があるので、こうやってやってあげるとイーストが溶けやすくなります。で、こねていきます。で、この砂糖はって質問があるんですが、まあ、3分の1ぐらい残して、半分までいかないかな、まあ、3分の1ぐらい残しておいた砂糖、3分の1よりもあるっていう人はこの今の段階で入れちゃってください。で、こねていきます。よいしょ。で、硬いのでここでこうやってすごい伸ばしにくいと思うんですが、まあ、頑張ってこねていきます。で、フードプロセッサー使ったりしてもいいです。この生地はフードプロセッサーでも全然余裕でこねれます。フードプロセッサーの場合はだいたい1分半ぐらいかけると生地温が相当上がってしまうので、そうしたら開けて冷蔵庫で少しだけ休ませてきてください。手ごねの場合は構いません。温度上がりすぎちゃうということは、基準が25度以上になったら一回冷やしましょう。手ごねでもバターが入らなくなっててしまうので、とにかくこねていきます。手ごねの場合は気温が35度とかでこねない限りは、もう本当に蒸し風呂の中でこねない限りは大丈夫だと思うんですが、でもこれこねるのがブリオッシュって、これこねた後にバター入れてこねなきゃならないので、それが嫌だから私もずっと作ってなかったんです。なのでここら辺はうまく機械ごねを利用してあげてください。その時に生地温が上がりすぎないこと、ニーダーだったら周りに保冷剤をこう当てるのがあったりするんですが、それがない方は温度が上がってきそうになったら冷蔵庫でしまってください。で、このこね始める前もちゃんと冷蔵庫で15分ぐらいオートリズの時に常温で出してから、そこから冷蔵庫に入れて見てください。そして基準が冷えたとこからスタートさせましょう。国産の小麦の場合はここですごく加水が違ってくるので、ちょっと気をつけながらこねてください。大体6割ぐらいできたかなって形の生地感だと思います。こういう風に硬い生地の場合は薄膜になりません。なので気をつけて様子を見るようにしてください。何を見てますかっていうと、切れていく、あ、結構いい感じですね。もう膜がだいぶ出てきてますよね。そして薄く切れるんですが、こう分かりますか、まだギザギザってなっているので、もうちょっとだけこねます。ふわふわにしたい人はもしも作ったパンが膨らみませんでした、膨らまなくて翌日硬くなった人はこね不足です。膨らんで硬くなるっていうことは、まあ、それはふわふわに仕上がったからある程度水が飛んだって考えるのがいいと思います。まずこう、そこのとこでの誤解も多いんですね。ふわふわなパンっていうのは軽い代わりに劣化は早くなります、どうしても。で、一番ダメなのは焦げてなくて膨らまなくてグルテンの隙間からどんどん蒸発してってしまって乾燥するっていうのは美味しくないです、それは。なのでそれさえやって膨らんで
どっちかっていうとこう硬くなってしまったっていう人は、そのレシピは焼いて時間経たずに食べてねっていうレシピなのかもしれないですね。こんな感じです。今基準を測ったら24度くらいです。でこれ今引っ張るとこね上がってすぐ引っ張った状態ですね。こう一生懸命引っ張ってたからこねてたんで、こうやって全然伸びません。切れちゃいますね。なのでこっち5分ぐらい置いてってみましょう。その時にバターを用意します。夏場の場合はここで基準が結構上がってきてしまっています。そういう場合はどうするかというと、薄くしてラップにしてちょっと冷蔵庫とか、もう家庭用の場合はこれでニーターとかでこねてる場合は冷凍庫にこうラップでくるんでね、冷凍庫にピッて入れて生地を冷やしてあげてください。絶対に高いままでいかない。あ、こっちいじっちゃいけないです。はい、で、このバターの方なんですが、こっちも冷たい状態をいきます。で、夏なのでバターがもう溶けないように頑張りましょう。このまま冷蔵庫にもう一回しまいます。さっきと違って分かりますか？少し本当に 2,3 分休ませただけでこうやって生地がこう広がるようにちょっとこう広がるようになってくるの分かりますか？こうほらもうこういう感じのいい感じですね。でもすごい薄いですかって言われると、この横見てください。結構厚いです。厚いけどこの切れた、さっきと何が違うって、切れたところのこのあの滑らかさが違います。でも膜は見えるかな、厚いんです。餃子の皮だと、何の皮だろう、春巻きの皮なので、こうやってつき切れた状態はある程度こうほら綺麗にまっすぐ裂けるような生地感です。そこら辺までやってからバターを入れていきます。ここでこれくらいになってくると、次から入れるのはだいぶ楽になってくると思います。なので手ごねの場合は大丈夫なんですけど、本当に機械ごねの場合はバター入れの温度ですね、そこが重要になってきます。はい、こんな感じに一回こうバターが馴染んだら、もう最初の6分の1を入れるとこうやってちょっと広がりやすくなってきます。もう今度からは早めに早くこねてあげます。なじみ、じゃあこういう感じになりました。じゃあもう OK ですかっていうのが来たら、自分の中での判断材料としては、あ、早すぎた。こうやってギュッとやってください。そうすると分かりますか？まだこの破れ方がガサ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 って割れるってことは、まだもう少し均一化させた方がいいっていうことなので、はい、いい感じの生地になってきましたっていうのが見れるのは、ここにポクってなった膜は分かりますか？これがすごい薄いんですね。こういう膜が出てきたら多分 OK です。手ごねの場合はすぐに生地を見てもあんまりわからないので、よし、分かりますか？こう薄いこういう膜になってきたのでもう OK です。実は今もう暑いので気温が、
そうですね、今基準が28度超えちゃいました。28度超えるとこうやってちょっと上にテカッとするようになってきます。そういう場合はもうこれ以上こねてもバターが浮いてきてしまってこう分離してしまうので綺麗な膜は見ることできないので、もうこの時点で1回終わりです。なんですがこれ蓋をしてフロアタイムで置いていくんですが、ここで15分経ったら1回パンチを入れていきましょう。あの手ごねの場合はそこでのパンチが有効です。機械ごねの人はする必要特にありません。機械ごねの人はこの段階でオレンジピールを入れていきましょう。はい、15分経ちました。15分経つとちょっと冷たいところで15分置きました。保冷剤の入ったクーラーバッグの中に入れました。そうするとほら分かりますか、もうこんなにいい感じの生地がほらこんな感じですね。で叩いても壊れないくらいしっかりとした生地ができました。そうしたらここで一回パンチを入れます。パンチなんですが薄くしたいので、あ、ちょっとこう破っちゃうのは NG です。こうやって薄く広げてあげてください。薄く広げてあげます。これがパンチになってきます。こんな感じで、まあ、とりあえずこう最初破っちゃったんですけど、できるだけ破らないようにしましょう。こんな感じで広げてあげます。ビューッと、これ2個分です。なので粉 200g で作っても副材料が多いとこれくらいの生地量になってきます。よいしょ、煽ってあげます。そうすると薄くなります。薄くしすぎなくていいです。そしたらここにオレンジピールですね、オレンジピールを散らしていきます。自家製のオレンジピール、このようにこんな感じで薄く散らしてあげたら、生地を強くしたかったらここでくる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 巻いてってあげる。こんな感じで強い生地になります。40分ぐらいフロアタイムを置いていきます。ある程度しっかり膨らむくらいまで置いていきたいと思います。はい、こんな感じに発酵してきました。あ、押してもわからないんですがこうですね。そうしましたらこのようにプープをしっかりガスを抜いて、最初わからない場合は指定の温度で時間通りにやっていいです。で、膨倍率とすると 1.5 倍くらい膨らんだらですね、 1.5、6 倍膨らんでいたらこのように丸めて、私はこれにくるんでしまうんですけど、皆さんは厚手のビニール袋に入れていただいて構いませんですね。で、これで冷蔵庫の方に入れていきたいと思います。で、冷蔵庫の方で1日か、まあ、2日ぐらいですね、置いてあげてもいいです。その代わりできるだけこのように薄くして保存するようにしてあげてください。で、凍る温度帯までには入れないようにしましょう。冷蔵庫に入れてこんな感じになっています。今押すと結構ふかっとしてるんですが、表面が冷たい状態です。そしたらここからは手早くやっていきましょう。これは2個分なのでガスを抜いたら半分にします。
冷たいのでこんな感じに楕円に戻せておけばいいです。で一回このような状態にして少しベンチタイムを置いて次工程に行きたいと思います。先ほどのビニールなどをかけておいてください。型の処理をします。ハケで塗ってあげてもいいんですが、多分ハケ専用のハケはないと思いますので、こうやってバターを塗ってあげましょう。でここの周りにきちんと周りまで上まで塗ってあげます。でよくここら辺にくっついてしまいがちなので、そこの方にもしっかり塗ります。で厚く塗らないようにしてください。厚くこういう、例えばこういうバターだまりがポンってあると、こうですね、そういうところが空洞が開いてしまいます。なので薄く全体的に塗るようにしましょう。はい、ではベンチタイムが上がりました。さっきカチカチだった、バシ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 やってたのは基準が低かったからだけで、随分とこうやって動くようになってくるので、そうしたら次工程しましょう。少し軽くだけ粉をつけて、ベタついてしまう場合は台とかに置いておいたところに手をパンパンパンって手につけるようにしてください。でキメを細かくする、特にイースト数が多いレシピをしている方はここでよく抜いてください。抜いてもう一回ガスを取り込まれるようにするとか、1個の泡がバンって潰れることによってポポポポッとこう細かく強くなります。なのでここのガス抜きっていうのはきちんとするようにしてあげてください。なんですが自分が寝て気持ちいいお布団ぐらいにしておいてください。カチカチの煎餅布団まではしません。で真ん中をボンとして端っこに抜いていくという形がいいかなと思います。そうしたらこの上の面が外に来るようになるので、オレンジ出ちゃってるんですが、できるだけオレンジは中にできたらしといてください。したらカードを使ってひっくり返します。その時のカードは立てて入れないようにしましょう。横に慣らして入れます。そうすると横がこうめくり入れちゃうことなくできます。でこっからここは上になる綺麗な部分にしたいので、貼り付かないように粉は薄く振っていきましょう。で真ん中に集めるにしていきます。よいしょ。で私最近強くなりがちなので、真ん中は少しこうこうやってここの外を張らせるように一周をしていきます。でここをこういう形になったらひっくり返します。ひっくり返してこの外をキュッ、こうですね、押さえながら張らせるようにしっかりと丸めていきます。4回ぐらいで綺麗に丸まるといいです。やりすぎるとここからオレンジが出ていってしまうだけになります。そしたら今真ん中ここにすごい強い部分があります。強い部分をそのまま発酵させるとその部分がこう山のようになってボリュームが出るんですが、クグロフっていうのはそのせっかく強くした部分を壊す成形をします。ここを穴開けちゃうので、で型に支えてもらいながらゆるっで早く伸ばそうよっていう実は成形だったりもします。なのでここはこう真ん中に重ねるっていうよりはガスを抜いてしっかりとここの側面を張らせるような成形をできると綺麗なのができるかなと思います。でこれなんですが、ここの真ん中のところに今夏なので半袖だよ、よし、なのでもしよし、なのでこうやってえいでエルボするとここがすごく張るので、実はすごくいい製法です。こうやるとここが張ってヒュッとなります。ただ真ん中をこのようにしてくるくるくるっとさせてから、でこの中によいしょ入れて、でしっかりと押し込んであげてください。押さえてください。で押さえたら最後にできたらここの上にだけは油の方を塗り足しておいてください。真ん中から外に向かってガスをきっちり抜いてあげましょう。
すぎなくていいです。あんまり強くしすぎると底上がってきたりしてしまうので、ほどほどでいいですよ。真ん中をして、えいっと開けて、で緩めるようにしてから、クグロフの中に入れてあげてください。でクグロフで売っているんですけれど、これ分かりますか？これあのね、クグロフがこういう茶色の方、スクレンハイムっていうのはそこの土地で取れるのはこういう茶色い土壌だそうです。なのでそこの土地の土をこねて作ったものっていうのは素焼きの段階ではこんな感じの茶色をしています。で一方これは違う方なんですけれど、これ分かりますか？ここが白いの、これは別にスフレンハイム焼きじゃなくてその陶器の方です。で何が違うのかと言われると、この厚みが結構こうなると丈夫でできるように、工業製品になると厚くなってきます。意外にスフレンハイム焼きは薄いんです。ここがねすごくね薄いんです。で薄い方がある程度薄い方が家庭用のオーブン作りやすいです。わかりますか？これ真っ白ですよね。これ真っ白なのはやっぱりそのスフレンハイム村で売っててもそのお土産用に作るっていうところもあるそうです。まあそれが悪いわけじゃなくて、こういう方がきちんとこういう足が細かったり中の模様がすごくきれいにできていたりするので、まあ、それはそれでいいんですが、本当にスフレンハイム焼きって言ってもしも現地に行く時があったら、そういう釜場がいっぱいあるので見てみると、そのスフレンハイム焼きそこの土地でおじさんが作っているのか、お店だけが売っているのかっていうところも分かりやすくなるので、ぜひ見てみてください。で一応日本でこのスフレンハイム焼きが買えるところはいっぱいあるんですが、私がいつもお世話になっている瀬戸さんが買うときにおすすめしているサイトの方もアップしておきますのでご参照ください。はい、オーブンの使い方の方説明します。東芝石窯を使っていくんですが、できるだけ上の方になると焦げが強くなってくるので、下の方にできるだけやりたいので、うちはちょっと竹のついているこんな網を下に置きます。でその時なんですが、天板よりは網にしてください。なぜかというと、これクグロフ風がコンベクションの場合回って焼けるので、ここの真ん中の部分ってこうやって丸になってますよね、抜けてますよね。これで火通りを良くするはずなんですが、ここでこれ分かりますか？このここに穴が開いてないわけです。煙突みたいになっている型ではないので、これはここがしっとり焼けるようになっています。でここはもちろんこう埋まってしまうのに、下にこうやってくっついてしまうと、ここの部分に火がすごく入りにくくなります。これだとここの穴のところにこう滞留した熱がまだ伝わりやすくなりますので、コンベクションの場合風が滞留するオーブン、こういうなんだよ、プロペラがついてるのがコンベクションになりますので、コンベクションで風が滞留する場合は、ね、天板よりも網でやった方がいいと思います。大丈夫な人はここの真ん中まで火が入っていれば大丈夫なんですけど、焼いても焼いても真ん中のところがこうちょっと生っぽく焼けるっていう人は網に変えるだけで、変わるんじゃないかなと思っています。まあオーブンによって違うんですが、それで最初こういう感じで焼いていきます。で発酵が上がったんですが、もうちょっとオーブン予熱しなきゃいけないんですが、発酵が上がったらこう入れていくんですが、最初はこうやってボウル、ちょうど径が合うくらいのボウルを用意しておいてください。こうやって焼きます。そうするとなぜかというと、風がこう当たらないようにして中でこう膨らんでからきちんと外してあげます。じゃないと上だけどうしても焦げてしまうので、こうやっておくと、上が簡単なこと言うとちょっと蒸し焼き状態になってこうブワーって膨らんでいく間に、この石が温まります。型の石が温まります。で型の石が温まると、こう中からと外から一気にブワッとこう火が入るので、短時間で焼けるようになります。まあ他の陶器じゃない方の場合はそんなに蓋はしなくても、火通りがこっちの横からの火通りも早くなるのでいいんですが、どうしても上がいつも焦げちゃうよっていう人は、最初の10分ぐらいはボウルかぶせてあげるのはすごくいいです。100均で
ちょうどサイズの合うやつを買ってくるといいですよ。それが大きくなれば大きくなるほど、そうするといいと思っています。で、冷たい天板を用意してこうやって途中から上に刺していきます。じゃあとりあえず余熱かけて焼いていきましょう。はい、このように発酵が上がりました。発酵なんですが、どれくらいですかって言われると、きちんと非溶石を合わせて同じ型を使った場合は、ちょうど縁のこの東芝石窯で焼く場合はこの縁と同じくらいまで上がってきたら入れ頃になります。なんですが、ちょっとそこまで上がってないよって言われそうなんですけれど、ミックで焼く場合はこれくらいで入れないと膨れすぎてしまうので早めに入れる形になります。で、ここのとこですね、バターを発酵の前に塗り直しておくんですけど、ここ塗っとかないとくっついてしまうことが多いので、ここには入れるようにしています。そうですね、仕上げ発酵どれくらいですかって言われるのが非常に難しいんですが、まあ柔らかくなったら、でホイロで出しすぎると今度はふわふわになりますし、ホイロで入れるのがホイロ入れがホイロ出しが足りないと今度はちょっとカチってなります。なので自分で一回作ってみてふわっともう少しさせたかったら、一次発酵を少しちょっと長めにフロアタイムですね、長めにとってしっかりとガス抜きをして、仕上げ発酵でもしっかりと膨らませてあげるとふわふわになります。それが両方足りないと、悪い言い方すると詰まってる、だけどそんなにふわふわにさせたくなくて噛み締めてしっとりって言ったら、少し早め早めって持っていくと自分の好きな食感がコントロールできるようになります。で、しっとりする時のこの上限っていうか、こう加減ですか、一番ダメなのは、こう切って食べた時にネトネトっとしたらそれは火が入っていないので、しっとりというところが自分でどこら辺の許容なのかっていうところを考えながら仕上げ発酵っていうのも本来であったら見る可能性、考える可能性があります。ちょっと初級レシピ、中級レシピとイースト数が違うので、何分っていうのも大体目安でしかないです。で、今特に夏なので常温で出していても、少しもう少しちょっと保冷剤の入れた冷えたところで入れてあげたいぐらいです。基準は今24度なんですが、少し表面のこの表面の温度だけはもうちょい何ですか、接しているところの気温は今27度28度近くあるので、もう少し低いところで長い時間発酵させてあげた方がブリオッシュ的にはいいと思います。基準温ですね、刺した時の基準は今24度でした。なので基準的にはちょうどいいんじゃないかなと思います。厳密に考えると仕上げ発酵ってとても難しいんですが、そこまで難しく考えず、最初はこれくらいかなっていうタイミングで入れていいです。だけどそれで入れた時にどうだったのかっていうのをきちんとメモしておいて、次回以降につなげるようにしていきましょう。では焼いていきたいと思います。ちょっと一旦閉めて、で片っぽにはこうやって蓋をします。片っぽはそのままで焼いてみましょう。で、加熱水上で、200度で上に両方ともボールをかけて、とりあえずそうした場合は一番最高の温度で焼いていきます。250度で10分まず焼いていきます。上にボールがない人は上だけ焦げてしまうので、そういう場合は焦げない温度帯ですねで焼いていくようにしましょう。その際は最初この焼き方のポイントなんですが、最初高温で焼いた方がいいです。最初に低温で焼くと気泡がぶわって膨らむ前に潰れてしまいます。で、陶器の方の場合は250度で最初10分間スチームをかけて焼いてください。で、下が鉄製の型で焼く場合は上にボールはしてもしなくてもいいです。その場合は上が焦げ、ボールをしない人は上が焦げない温度帯、何度ぐらいだろう、200度ぐらいでしょうかね、最初それくらいで焼き始めないと多分ダメだと思います。で、
上にボールをかぶせる人はとはいえ下のあの熱伝導の方が早いので220度くらいで10分スチームをかけて焼いてください。でスチームはない人は絶対ボール必須です。特にガスの人は上絶対ボールを10分あのして焼くようにした方があの鉄の型の場合でもいいと思います。上だけ焦げるっていうことがないです。途中からアルミを上にかぶせるとかするよりも最初ある程度の高温帯で上に風が当たらないようにして膨らましてあげてそこからさっと焼いてあげた方がいいと思います。なのでこのようにしてクグロフを焼くといいです。あの家庭用のオーブンの悩みは上だけ焦げちゃうっていうことですね。そこがあのネックになってきますのでこのボールは100円ショップで合うのを探せばいいだけなのでぜひ買って使ってください。はい、10分経ったのでとりあえず上のボールを外していきたいと思います。ちょっと両手を使わなければならないので微台は外した後にもう一回再生します。はい、こうやってこんな感じで膨らんでいます。で190度に落としてだいたい 10分では焼き切れないと思いますのでとりあえず15分を目安に焼いていく予定でいます。今日はちょっと2つ入れているので多分15分ぐらいは焼いていくと思います。なので最初でこうやってこう膨らんでいると、ちゃんと火通りの方が良くなってきますので。はい、こんな感じに焼き上がったので出していきます。はい、ショック与えるのはガーンとできないのでポンポンと叩いてあげます。そして出していきます。はい、シロップを塗ってあげます。この内側をしっかりと塗ってで、まあでもこれはそんな塗らなくていいですよ。あの外側をさっくり塗ります。で外側の方はどうしても硬くて弾きやすいのでまあ塗りたい方はあのたっぷりシロップを染み込ませたい方は中側から染み込ませるようにしてください。外は乾燥防止とツヤ出し程度と思って塗ってみてください。でも、まあ、そのまま食べる分であれば家庭で塗る必要はありません。どうしてもねあの時間を経った方にプレゼントするとかいう場合は塗ってあげてみてください。量を入れてもこの入る量によってこうやって上に入れ方が違うので焼き上がった形も違くなってきます。私はちなみにこっちが好きです。こっちが好きです。はい、どうしてもこれ新しくおろした方なんですが分かりますか、同じ処理をしてもこうくっついてしまいました。くっついてしまった場合ってそこがギュッとなっているのでその横がこんな感じにメキメキと割れてしまうようになります。で、何回も使っているうちに油膜が張ってくるので大丈夫です。でもっとベタベタにバターを塗ればよかったんですけど上焼きがちょっと怖かったっていうのとで薄く塗ったためにちょっと型にくっついてしまいました。ついた場合はどうするかっていうともう仕方がないので少し冷ましてからお菓子のように取っていくのが一番綺麗に取れます。無理やりここで剥がすとバコンって割れてしまうだけなのでそしたらちょっとしぼんでしまうの覚悟に少ししっとりすると肩との間に隙間が空いて取れるようになりますのでそこを待ってから取るようにしましょう。瀕死で生まれました。まあこうなってしまうのででもこれでもだいぶバター塗って余熱とかでなじませ続けてたんですが、まあ、そうですね、他のはもう使い慣れてるのはスコーンと全部抜けました。クグロフは型によっていろいろ違ってしまいますのでご自分のオーブンできちんと焼ける温度帯を早くつかむようにしてください。基本的には高温で短時間で焼くと一番美味しくなります。低い温度でだらだら長い時間焼いてしまいますとせっかく一生懸命こねてもパサパサっとするのが早くなってしまうので調整っていうのが一番実はパンの中で重要だったりもちろん発酵の方は重要なんですが調整で全部ダメにしてしまうこともありますので焼きっていうのはオーブンを自分のオーブンを使いこなせるように頑張ってみてください。